100日エニアグラムを理解する。89日目、浅田真央さん、タイプ9。図ではここに位置します。フィギュアスケートでものすごい記録を打ち立てたんですけども、でもそれよりももっとすごいのはやっぱりみんなの心に残ってるってことですよね。で、先日放送された水曜日のダウンタウンで、古今東西日本人知名度ランキングで女性スポーツ関係者にトップで、スポーツ関係者の中でも3位、1位がイチロー選手で、2位がダルビッシュさんで、3位が真央ちゃん、癒し系&天然系のザ・タイプ9です。で、お宝映像がありまして、まさにあの知名度、スポーツ関係者の1位3位のコンビですね。キャッチボールするっていう、あのユンケルの裏 CM、 裏映像ですか。でも12年ぶりに、まあ同郷なんですよ、愛知県出身でお二人とも。で、おそらくまあ昔対談やったと思うんですよね。で、12年ぶりに会ったっていう話で、もうすごい喜んで、もうあのまず気づくのが、まあゆっくり喋る。で、リアクションがもう素直で、飾り気がない。で、本当にもうガチで本音しか喋らないような感じ。もう本当に本音しか喋らないと思うんですよね。で、この動画がすごいもうところは、もう真央ちゃんの天然さがもうその如実に出ててですね。キャッチボールのためにイチローさんが準備したミットが右利きで、もちろん右利きだっていうのを分かってて、右利きのやつをあの与えたんですけども、それを右にはめようとするんですよね。で、イチローさんがいやいや違うでしょうみたいなこと言うと、いや、それを確認した後でもね、私右利きなんで、で、右にはめると思ったんです的なこと言って、もうものすごい天然なんですよね。はい、まとめです。タイプ9の真央ちゃん、みんなから愛されるタイプ9ですね。